おうおうおうおおお。いや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 。マリーナですよ。さすがピアじゃないですからね、うん。マリーナですからね。すごいよ。だって見てほら。大きいですね。お船がいっぱい。タイ一周旅行22日目。青ポグランドマリーナから船で5分。中屋井島が見えてきました。プーケットからわずか5分で行ける離島、中屋井島。ゆっくり過ごしたい方におすすめの穴場のリゾートアイランドです。You ready? Okay. 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 ワクワクするな。敷地めっちゃ広くない？広い広い。中屋井島にリゾートは中アイランド一つだけ。まさに究極の隠れ家リゾート。間違いなく、うん、今まで泊まったヴィラの中で過去最高だね。そうだね。すごいよ。すごい。ビルもいいしさ、うん、プールこんなついてるしさ、うん、これビラの中だよ、うん、でこっちにほら中庭があって、ほらバスルーム、バスルームですね。でこれなんかあの何これ、シャワールーム、じゃスチームルーム、スチームルーム、スチームバスになるらしいよ。そう、ここで終わりじゃないんだよ。ここで終わりじゃない。そう、まだこっちにも道があるの。ここはバスルームだもんね。うん、これがね、ほらバスタブ、バスタブ、バスルームからも直接プールに行けると。うん、ほらうわぁ、やば。チルしてますね。これ最高ですよ。本当？うん。座るじゃダメ。うん、座るじゃあのね、100% にならないの。はい。ね、ここがあるとね。うん、100% になるから。本当に。意味が100%。じゃやってみ。彼カメラも一旦捨てて。そう、海からのさ、ゆるい風を肩に受けてさ。全部入ってくるでしょ。そうで寝ると、で静かな波音、うん。全部入ってくるでしょ。で鳥の声。全部入ってくるでしょ。うるせえこいつ。隣でうるせえ。全部入ってくるんすよ。隣でうるせえ。全部入ってくるよ。中アイランドでは日替わりでさまざまな無料のアクティビティが行われています。自転車で村を観光するツアーに参加してみました。ハッピーバレンタイン。中屋井島には人口100人ほどの小さなイスラム系コミュニティがあります。
え、島の学校？すごいいっぱいいるよ。あ、本当だ、かわいい。サリカー、シャイ。バイバイ。中八重島にはドラゴン伝説があり、この辺りの島々はドラゴンの体から生まれたそうです。ビーチがもう一個あるのか。おお。うわー、水きれい。めっちゃきれいじゃない。さ、うん、ホテルのビーチより水透明だね。透明。いや、ここなんか多分あの砂浜が白いってのもあるんじゃない。いや、めちゃめちゃ綺麗だね。波全然ないし。すごい。いや、あのさ、中アイランドの情報を調べると、うん、あの中アイランドリゾートからあの漁村、うん、あの辺りまでしか情報ないんだよ。でもこの森を抜けるとさ、こんな美しいビーチが。いや、このビーチめっちゃ綺麗だね。このボートでマングローブの森まで行けますか。うん、なんか本当はカイプで行くはずだったんだけど、うん、ちょっとあの水位の関係でマングローブの中に入れないので、うん、ちょっとねこのボートで行って、うん、外からマングローブを入れる感じ。おー、水きれいだね。入れに OK。そうなんだ。おお、すごい。すごいすごい。ちょっと行ってくれるみたい。おお。Can see the back? あ、OK。やる。おお。お猿いる。お猿いる。こんなとこにお猿いるんだ。すごいね。これすごいね。ねえ。マングローブの森にお猿いるの？本当はこれ一番満潮の時に来なきゃ。あ、お猿いるね。こっち見てるよ。見てる。はい。はい。すごい。すっごい後ろのこと見てる。うん。かわいい。見てるよこっち。超かわいいんだけど。ここカヤックだったらマジで面白いと思う。確かにね。うん、でもゴムボートめっちゃ楽だったね。めっちゃ楽、ここに来るまで、ね、早くだったらもっと30分ぐらいかかると思うよ、うん、あ、そうか、あ、オッケーオッケーオッケー、オッケーオッケー、コップンカー、 because the water is not much。 オッケーオッケー、コップンカー、コップンカー、 sorry。 これカヤック絶対楽しいよ。いや、これ絶対楽しいね、うん、これでこの奥進んでくんだもん ね。だから満潮の時に来なきゃいけないね。そうね、うん。あー、青い鳥がいる。きれい。きれい。おお、ほんとだ。取れた？あ、ちょっと取れた。めっちゃチルしてるやん。ここ最高なんですけど。ここで本読めるの最高だね。本当に最高だった。素晴らしすぎる。うわー、綺麗だな今ね。もうすぐ夕日だ。こや
このホテルに来て最初の食事じゃん、うん、楽しみだね。さすが先輩食事でそのリゾートの力を測ろうっていう腹ですよね先輩。だってあの食事ってめちゃめちゃ大事じゃんリゾート、うん、どんなん出てくるか、だから楽しみだっていうことですよね先輩。でもまずあの3つのレストランから選べるっていうのがいいね、うん、そうだね、超巨大。ナンバーワンラム。だってラムあんま食ったことないじゃん。これ量多いな。一口いけるか。いけるいける。それから柔らかいから。これ間違いなく人生で一番うまいこれ。でしょ、うん？これを超えてくるラムも生涯現れない、うん。それくらいの衝撃のラム。これ今月の一押しメニューらしいよ。じゃ来月いなくなっちゃうの？わかんない。行ってほしいな。でもこういう、うん、何一応してみるよ。多分毎月あるんじゃない？ラム美味しいね。ラム美味しい。あなんかさラムのさちょっと独特の風味、うん、それがすっごい美味しい。美味しい。ね。あまいちゃん好き、絶対好きだろうね。いやもう好き。この風味。うん。やっぱ牛肉豚肉とは違う、うん、ちょっと独特の風味があるよね。これがすっごい美味しい。私すっごい好き。次ビーフ。ビーフシチューこれ。そうです。シチューのコンボです。これこちら和牛、うん、和牛でございます。和牛。はい。いただきます。これ絶対美味しいでしょ。これ柔らか。わかるわかる。わかる。フォークで刺すだけでわかる。でこれどっち？ラムが相当美味しかったから。うんまあ、ちょっと心配だったんですよ。はいはいはい、ね、はい、一応天下の牛肉さんですから。はいはいはい、でもね、うん、見してくれますね。牛肉は牛肉の力がある。なんだそれ。このパスタ美味しそうだねこれも。エビパスタ？え？エビ？うん、エビ。エビパスタ？え、どういう味付けなんだろう。ね。エビ味噌パスタ。本当？多分そうだと思う。すごい美味しい。肉肉魚炭水化物仕掛けなしだね。ここのレストランすごい。あ、うん、じゃあこの飯うまレストラン、飯うまリゾートか。飯うまリゾート認定です。先輩いいですか？いいです。いっぱい食べたね、うん、え何が一番美味しかった？ラムチョラムチョ。じゃあここであの映画、うん、夜映画やってるんだって、うん、みんなで映画鑑賞するの。いいね、うん、お客さん誰もいない。寂しすぎる。朝食行く？いいよ。お腹空いてきちゃった。行きますか。うん。朝気持ちいいなあ。子供たちもいる。こう子供たち来たらめっちゃ楽しいだろうな。やばいよね。すごいよね。だって子供の頃さ、うん、こんなリゾート行ったことないよ。ない。あれ温泉旅館ぐらい。そうそうそう。旅館も良かったけどね。楽しかったよ。ゲームセンターとかって。まいちゃんさ。
あの俺が作った特製ヨーグルト食べてみて。あ、美味しい。でしょ、うん、すごいね。うん、下にコンポートのさ、フルーツ使ったじゃん、うん、あれをプレーンヨーグルトの中に入れて、あとあの生の蜂蜜あったじゃん、あれを垂らした。美味しい。え、全部食ってるじゃん。え、全部食べてるじゃん。全部食べていいの？え、ほぼ全部もう食ってるじゃん。うん、食べてみて。違う、食べて、一口食べてみてもらった。すごい美味しい。ハーバルボールマッサージはタイ伝統のトリートメント。温めたハーブボールを肌に押し当て、血行の流れを促進します。起きてて感想を言わなきゃいけないから頑張って起きてよと思ったんだけど、うん、すぐ寝ちゃった。いいね。マインドフルネス。取り留めない思考を鎮め、今起こっていることだけに集中する心の状態を保ちます。これにより脳の疲労が減り、集中力や幸福感が高まるとされています。分かる？何？タマリンの脇です。なんで分かったの？そこに看板が出てたんでね。くっす。いや、足気持ちいいな。本当見て、すごい変な日焼けしてるよ。虎柄になってるよ。そう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 、これはね、あのさ、僕が履いてるサンダルですよ、ね、サンダルの柄で焼けてる、うん。ファランってさ、ハードブックの本結構読んでない？ほら、目の前の人もそうだよ。てか、本読んでる率高いよね。高い。こういうとこに1週間以上いるんだろうね、うん、同じホテルに。じっくりね、うん、本を読む時間があるんでしょう。おお、サンセットポイントでもあるらしいよ。このバーさ、ここ天守席ですけどさ、うん、下がさ、ソファー席になっててさ、そうそうそう、海に面したソファー席になってて、うん、めっちゃいいよね。いいね。だからあのサンセットの時間が近くなったら、ちょっと早めに来て、うん、ソファー席を陣取るっていうのが、そうそう、あれあれあれ、おすすめですね。こちら出遅れましたからね。セレモニーしくなんかやってるね。あの人綺麗やね。あの人美人だね。ね、スタイルもいい。ね。今ちょっとライブ配信終わって。ちょっと気が抜けてます。気が抜けちょっと今ここでライブ配信してて、うん、今日本日のレストラン、グリルなど、うん、お楽しみいただけると
グリルレストランね。はい、いいね。楽しみ、楽しみだね。すげえ、何これ。ツナとスイカのサンドイッチ。ね。マグロとスイカ一緒に食べたことある？ない。人生で。ないよ。初めての経験だよ。うん。どういう感じなの？嘘やろって感じ。ほんまって。何が何が。ほんまほんまって感じ。何が。全く邪魔し合ってない。へえ、うん。マグロの風味とスイカの甘み、うん、優しく入ってくる。うん、その後ソースちょっと辛いピリ辛のソースは、うん、ね入ってくるんだけど、うん、それがねもうちゃんと三味一体。おお。すごい。これまとめてくるのすごい。めちゃめちゃ美味しい。でしょ、完全にさ新体験だよね。うん、あまりにもね違和感がなくてびっくりしたもん。でしょ。ニンニクの輪切りついてること。ああそれね、これすごいありがたいんですよ。なんて言ったってね、ニンニクはね最もがんに効く食べ物ですからね、うん、らしいね、はい、いやこれはうまいでしょう。これはいい色してますね。いい色してますね。すぐに我々の血となり肉となり体を巡る肉ですよ。柔らかくて美味しいね。もうさ肉の旨味ってさ、うん、直接さ、うん、脳に訴えかける原始的な旨味だよね。これこれっつって、そうそうそう、体が求めてる、うん、そう、やっぱり原始時代のさ、うん、DNA を目覚めさせる美味しさだよね。そうだね、プリミティブの美味しさ。肉って美味しい。量多いね、これ。しかも全然食べれると思った。これでも全然食えるね。全然食べれると思った。